ニーツル村は、福島県大沼郡にあった村である。2005年10月1日、藍津本郷町、藍津高田町と合併して、藍津三里町となり廃止した。藍津盆地の西部にあり、町の東端を流れる鶴沼川の周辺を境に、藍津若松市に隣接している。昭和36年、ニーツル村役場庁舎改築ニーツル村商工会設立。 昭和37年、米電磁月水利用、海田完成、佐賀瀬川改修工事完成、宮川河川改修工事着工、昭和38年、新津村保育所開設に木ダム工事着工、赤沢川改修工事着工、昭和39年、新潟地震のため民家、土蔵及び校舎等に、被害新津村にライスセンター完成、創業開始、昭和40年、新津 村役場、火星実施、昭和41年、ニーツル候補発行合図、薬用人参試験場廃止敷地跡、合図農林高校に売却ニーツル、村農業振興会議発足昭和29年以来、カ水道を付設して、管理を行ってきたが、昭和38年5月、 シニア式水源地が汚染され赤リ病が発生し714名の罹患者を出し、それを受け、金田と塩に移る村長を筆頭とした村当局は、原因究明、整備、補強工事等の危機対応にあたり、調査の結果、当該水源地は安全上問題があり、その代替として2期、二沢両地区に安全性に優れた水源地を見出し、 金田敏夫に移つる村長のもと、参院、建設委員長等歴任の大河原和次、参議院議員と連携して国会に請願した、簡易水道敷設被告補助に関する請願が、昭和38年12月21日に受理され、国の協力を得ながら大規模測量、大規模工事を要する大事業であった、広域簡易水道を完成させ、そのことは、 国会議事録にも掲載されている。ありがとうございます。